覚えがないな。誰だ貴様は。忘れたのならば思い出させてやろう。我が殿を殺し、拙者の顔に傷を刻み、イカルガの民に新さんを舐めさせたのはお主でござる。イカルガ？ああ、あのイカルガか。大方復讐か何かか。今はそんなくだらないことに付き合ってる暇はない。いいからそこをどけ。お主だけは許せぬ。今ここで殿の仇を討たせていただく。その首を差し出せ。よほど死にたいらしいな。The wheel of fate is turning. Rebel 1.Action! Toast! 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 Toast!知ったかこの腐れ下道が。天網を開会人にして漏らさず、正しき者が必ず勝つ。バカな、これは悪夢だ。悪夢？いいな、これが現実でござる。我がたゆまぬ修練の結果と知れ。主君の恨みを晴らせずして何が中心か。徹底的にその身に報いを刻み込んでやるでござる。正義の鉄拳をくれてやる。この一撃で悔い改め。その目つき、まだ反省してないでござるな。しからばもう一発鉄拳指導。今どこかでキリと音がしたでござるな。なんだ、雪姉さが暴走か。なんだ、なんでござるか、この凄まじい霊気は。一体何が起きてるでござる。少佐、これは一体。違う、これは違うのでござる。決して拙者のせいではござらん。違うって、何がですか？その格好、まさか、イカルガの生き残り？イカルガ内戦の英雄である少佐に、逆恨みで復讐を。逆恨みなどとんでもない！こやつは正真正銘我が殿の仇！
やはり、あなたが少佐を。私はノエル・バーミリオン少尉。世界虚空情報統制機構の責任において、あなたを傷害罪で、逮捕、拘束します。ええ、やむを得ないでござる。お相手いたす。The wheel of fate is turning. Rebel, one, action! 後ろに飛ぶ、後ろに飛ぶ、知りました。スカリュー、極彩、爆風、逃がさぬ、骨を、後ろに飛ぶ、一瞬を、セイ、ダンス、ウーリエ、後ろに飛ぶ、後ろに飛ぶ、飛び立て、セイ、瞬速、骨を、後ろに飛ぶ、飛び、セイ、ダンス、ハリュー、極彩、スキル、後ろに飛ぶ、スキル、屈しない、セイ、ダン後ろに通る瞬殺せい波竜玉砕イエスキル後ろに通る破風経由無事復活リバルバーリュー波竜玉砕逃がさぬ骨を断ち突く下身とは違う風の球骨を断ちせい波竜せい波竜玉砕瞬殺下身とは違う石神忍法超奥義バイングダイフンカー後ろに飛ぶハリューこれぞ逃がさぬセイト飛天シュート飛天シュート飛天シュートシュートシェストふぅ拙者の勝ちでござるな。お主少しは頭が冷えたか。とにかく話を聞くでござる。拙者とて鬼ではござらん。この男もお主も憎き図書館の犬とはいえども命まで取ろうなどとは思ってござらんよ。確かにこの男仁如月は我が殿の仇。百万遍殺しても殺し足りないほどに憎き相手。なれど死に死をもって復讐せんとするは新たな復讐の芽を生み負の連鎖を繰り返すでござる。拙者がこやつと一騎打ちをしたのは、殿を殺したその罪を、こやつに自覚させるためでござった。その罪、夢夢忘れることなかれ、とな。人を殺した罪、ですか。確かにそれは、忘れてはならない罪、ですね。わかってくれたか。お主、良き乙女と見た。絶滅寸前の、イカルガなでしこの清き心を感じるでござるよ。それならどうして少佐を氷漬けになんて。それが誤解なのだ。この男を氷漬けにしたのは奴の持つ武器がいきなり凄まじい霊気を放ってだな。雪姉さが。なるほど、あり得るお話です。事情はわかりましたけれど困りました。雪アネスの氷は人の命を蝕んでしまう。このままでは少佐の命が。この氷を溶かせばいいのだな。安心めされ。イカルガ随一の忍者シシガミバング。いわゆるカトンの術なら得意とするところ。かような氷など一瞬で溶かしてみせるでござる。カトンの術？お願いします。どうか少佐を助けてください。おう、任された。それでは少し離れてるがよいぞ。これより術を唱えるがゆえ、秘術不動明豪華の陣臨表頭斜開陳列在ヘプシ不覚術が暴走してしまったでござる。暴走って、あたりがもう火の海に。不可抗力でござるよ。出るものは止められないというものでござる。そんなの言い訳にもなりません。放火の現行犯であなたを逮捕します。そんな無体な、やれと申したのはお主でござろう。誰があたりを火の海にしてくださいと言いましたか。かくなる上は我が必殺技を食らえ。
必殺技ですって。秘技超戦略的大撤退。また会おうぞ乙女よ。待ちなさーい。待てと言われて待つアホはおらぬでござる。さらばだ。消えた。あれも忍者の秘術。侮れないわ、イカルガの忍者。うまくいかぬものでござるな。次こそは本懐を成し遂げてみせますぞ。見ていてくだされ殿。